にいる人がクリスティーナだよ。クリスティーナさん。あれ？確かあなたはさっきのダンサー。もうあなたとお話しすることはないと言ったはずですが。それは知ってます。でももう一度チャンスをください。それにほら、今度はプロも一緒ですから。プロ？どういうこと、あかり？実はさっきダンサー仲間からクリスティーナが蒼天堀に来てるって聞いて、私のダンスを直接見てもらったの。でも踊り終わった後、君には興味がないって言われて。え？クリスティーナさん、お願いです、もう一度私のダンス見てもらえませんか？私どうしてもクリスティーナさんにダンスの指導をしてもらいたいんです。今度は私の友達で今アイドルとして活躍してるプロの子も一緒なんで、これなら少しは興味を持ってもらえると思うんですけど。ちょっとあかり、はるか、お願い、友達でしょ。私にははるかみたいなルックスも人脈もない。だからこんなチャンス逃したら私。いいでしょう。どういう経緯か分かりませんが、お二人のダンスを見て差し上げます。本当ですか？ええ。ちょっと待ってください。実は私、クリスティーナさんにお仕事のことでお願いしたいことがあってここに。いいから踊りなさい、話はその後。どちらにしても私は自分の興味あるダンサーと以外関係を持つ気はありません。つまりあなたが私と話をしたければ踊って私の興味を引くしかない。どう？やめて帰る？いえ、やります。あかりと踊らせてください。よろしくお願いします。行くよ。どうですか、クリスティーナさん。あなたとならいいお話ができそうね、ハルカ。クリスティーナさん、どうして？確かにハルカもよく踊れていたけど、私との差がそんなにあったとは思えない。なのにどうして？言ったはずですよ、あかりさん。私は興味あるダンサーとしか関係を持たないと。でも今日は気分がいいので一つだけ教えてあげます、私がハルカの方を選んだ理由。何？ダンスはテクニックじゃない。自らの心をどう表現するか、どう見る側に心を伝えられるか、それにかかっているの。心？私は数え切れないほどのオーディションを審査し、数え切れないほどのダンサーを見てきた。
でも毎回オーディションに落選するダンサーには共通して言えることが、それは彼らが踊る機会になってしまってるということ。踊る機会、1ミリのズレもない計算され尽くしたダンス。人はその精密な動きに最初は驚き感動を覚えるかもしれない。でもそれは本当に人を引きつけるものじゃない。本物のダンサーというのは自分の動きで感情を表現し、見る者を感動させるものなの。それがフロントに立てる人間と生涯バックで踊り続ける人間の差、今のあなたとはるかの差よ。そんな、人に認めてもらおうとして踊ってもダメ。もっと心から楽しく踊りなさい、あかり。何なのよそれ。私の何が悪いのよ、あかり。もう知らない、もう私ダンスなんかしない。あかり、追いかけてはダメ。はるか、今のあの子は自分で気づくしかないの。辛いけどそれがあの子のためよ。でもあかりは間違ってないと思います。あかりは私にダンスが楽しいことだってことを教えてくれた大事な友達なんです。そう、なら今度はあなたが教えてあげなさい。友達というのはそうやって支え合い互いに成長していける関係のことを言うんでしょ。そうします。それじゃお説教はこれでおしまい。約束通りはるかの話を聞きましょう。何か私にお仕事の話があると言ってたけど。はい、実はクリスティーナさんに私のダンスレッスンをお願いしたいんです。私に？私が所属しているダイナチアという事務所の社長がクリスティーナさんにお話があると。なるほど、それで社長ではなくあなたが。行動は言葉より雄弁ということですか。結構やり手の社長さんのようですね。クリスティーナさん、今から一緒に事務所の方まで来てもらえませんか。いいでしょう、お付き合いします。